福島から始めよう。福島から未来を担う若者たちの挑戦が始まります。シーズンオブホープ福島の若者たち。福島県福島市、ここに陸上競技で世界を目指す若者がいます。県立福島高校2年、山下淳さん。2014年に行われたユースオリンピック男子 200m で6位入賞。世界を舞台に活躍する短距離界の注目選手です。小学生の時にオリンピックを見て、自分もオリンピックでメダルを取りたいなって思ってました。武器は全身のバネを生かしたストライド。努力の末に引き出された天性の素質です。父親の則文さんは陸上の三段跳びで2度のオリンピックに出場。その日本記録は未だ破られていません。父はそのオリンピックでメダルを取ることは見えなかったんですけど、自分はその父の経験を生かしてオリンピックで生きる限りの力を出し切れればなと。やっぱり震災もあって、もっと活気づけたいなと思ったし、自分はその走ることしかできないんですけども、まあその走ることで、まあ後ろの人たちが元気になればなって、その大きい大会に出るんだろうとか、そういうことを考えながら走ってます。走ることで福島から新しい未来を切り開く山下淳さん。目指す先にあるものは、まずは選考にの同じ舞台に立てるように記録伸ばして、日本選手権でも力を見せるような練習をして、とにかく今は世界に通用するような経験を積んでいきたいと思います。希望の種が大きな花を咲かせるその日まで。